ノコギリ屋根の古い建物に再び命を吹き込みます。倉敷市にある花ご座の工場だった場所で、今月19日、芸術家による綿払いが行われました。この綿すす払い自体がセレモニーであり、芸術の一つだというその名も場所のリハビリです。 まあ場所のリハビリっていうことなのでこの場所自体に活気を取り戻していくような早春の田園地帯に作業を盛り上げる音が響きますあの夕日が差してて、い赤光に包まれたんですね。でそれ見た時にあここはその何か光を十分に感じてそれでなんかものを作っていける場所なんじゃないかな。 70年以上前に建てられ3年前まで稼働していた花子座工場です織物などを手掛けるアーティストなぎら幸太郎さんらが取り組む場所のリハビリは物を作り販売する工場本来の機能を芸術を通じて取り戻そうというものです抽選後の建物ってなかなかこうどうやってこう残していくかっていうのが結構皆さんテーマに生まれていると思うんです で花子座が盛んに作れたところですのでまあ、歴史をま積んでいけたら <laughs> イグサを振るセレモニーで場所のリハビリがスタートしました最初の作業はすす払いです美しさを作るという意味では掃除も芸術と考えているからです 窓かららのの光を受けながら落ちてくる埃も芸術の一つですこうした場所をリハビリによりアトリエとして再生させ芸術家が制作風景を多くの人に見てもらいながら作品の販売もするというビジネスモデルの確立を目指しています。 選択肢を増やしたいなともう仕事辞めたいとかまあもどっちつかずで塩漬けみたいな状態になってたりすると思うんですけどあのそういったちょっと困ってんだという人たちの,あの選択肢のまあ実例ですよねあのやってみせるっていうそういう場所にしていけたらいいんじゃないかなすす払いできれいになっていくのこぎり屋根の工場はリハビリ後の活躍に期待が寄せられます。